500グラム以下を田中に売りに行くと手数料取られると。だから私たちに売りに行った方が安いんですよ。ああ高いお得なんですね。案外みんな知らんじゃん。こういうところ勉強、ね、そうこれや知らん誰みんな知らんとって、これ買ったところやで、うん、そう皆さんですよ。でそこの田中貴金属店で大葉が買って、うんうん、でもあげるっつって、はいはい、だから私もいらんし、うん、いやだけちょうど今上がっとうけ、うん、行こうと思って。いやそれが500グラム以上集めて500グラム以上に納豆のやったら100って相当。そう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 、だけに言えない。このこういう細々したのはうちに持ってきてくれて、だけせめて相見積もりしてくれっていうのはそういう意味なんよ。で500グラム以上だと私たちもほらこんなにあそこが1000円単位納豆とかだからプラチナ買いに行ったって言うじゃない。だからもう少し上がったらプラチナ売りに行くのは田中貴金属なの500グラム以上だから。だから私たちも知りようよそれは。だけどあくまでそれは500グラム以上の話。以下の場合は私たちのところに持ってこられた方が高いんですよ。手数料と生成料取らないから。あそこは全部それ、あで生成料は取ってないですよ。田中金属で買ったものはね。でもよそで買ったものは田中金属は生成料もお客様負担なんですよ。だからそこら辺をちゃんと、うん、いやでも私が持ってたこざこざのちょっとあの18金も一緒に売った、その時。あでその時に 500g 超えとけば、いや超えてない。なかなか 500g ってどのくらい。500そうよね。5あのね、 1g が1円玉1枚、うん、ってことは1円玉が500枚。あでもねそれね、金のねゴールドのチェーンもあったけど結構、でもね 500g って結構ですよ。結構ですよ、ね、うん、結局ならんならなかなかで45万ぐらいもらった。あちょっと待って、じゃあですよ、45万として45万割るの、その時がまあ大体、まあじゃあそれで18金やけどね、去年やけどね、18金と24金とあった。じゃあ平均してまあ4500円として、うんうん、100g や、いや500とかなかなかならないんですよ。普通に考えて、だからせめてね、うん、だいぶ損失ってあるとは思います。数万円は違う。いやだけどその時ね、まあ、全部私のお小遣いになったしかないけん、まあね、でもさ純金積み立てコツコツとか言ったらさ、大体田中金属に行くよ。だって自分私でさ、その時こうプラチナ買ったおじさんがさ、あの手数 500g 以下は手数料かかるんです、はいとか売り用車の、まあ、私やっぱ知らんけど売り用車だなと思ったよ横で。だからうちの方が高いですよ、あガラガラと開けて言えんもんね。売り用車、まあ、売ってるもん。私も知らんかったよ。だからここに相当通って、いやでもねそれでも大丈夫、まだその世の中ではまともな売り方やけ、催事とかに行って私たちの3分の1とかでいうようなところがあるんですよ、うん、そういうところに比べたら、あとほら押し買いとかでもただ当然で持っていくんだね。そういうのがよくわからなかったけん、ちゃんとしたところやったらもう買ったところだけよかろうと思って行ったけど、ね、ちかちゃんから聞いて、と思って。ただうちの高さはこんなこちんまりしてこんなやり方しとうけんこの金額が実現できとうけど、まあね、うん、あの田中金属に行かれてるのは間違いじゃない。ただもうちょっとテクニックがあるってからです。そうね、うん、もう最初で行くことは最初で最後で、いやいやいや、でも相当かったけん、たまたま私少ない時に行って、いやみんな普通そうなんや、出てきた時はものすごく待っとった、うん、そうそうそう、でその後閉鎖になった。もうあんまりそのほら密になるけど、だって待っとう間みんなほらやっぱ喋ったりするやね、あのコロナ禍やけんね、今はね、うん、去年やったけんも全然それでもやっぱ行列できてたんですよね。そうだからちょうど、うん、あのいや何年も全然あれしてない急にここ急に上がった、今一番高値です。もうずっと高値を更新してたんだけど、今が高いです、今が高いです、今が高いですって言うわけ。10年間言い続けるわけ。でも10年前に買った人も倍になってますから。であのね、20年前に買った人は一番上手に安く買った人は7倍になってます。でね、あ金っていいやん。でそれでね、それで私の立ち位置で言いたいのは、これだけプラチナがリーマンショックとコロナで下がっとうわけやけん、うち私がね、今度星印つけとうわけ。見てよ、ちかさん、これから 20% オフなんだよ。絶対安いと思わんの。いや、これは好き使うベストして、ほら、プラチナ。私持ってるの。いやいや、違う。今の価格がこれ、こっから 20% オフになるじゃん。これ何セールの時だけじゃなくて、今この価格でセールの時は 20% オフになるやんか。セールの時やろ、なんだけど今日買ってもダメっていう。いやダメでも安いよ、今でも安いよ、安いけど、だけど買うとやったらこういう星、そうそうそう、この下手くそな、この星印のおすすめが通用するのかって、大丈夫なのかって言ってるんだっけ私が。いやだけど今の説明で分かった、今の説明で分かった。今の説明で分かりました、ね、あの分からん、この説明で分からん。いやだから、分かってるけど、分かってない、分かってないね。あ、じゃあ説明しますね。説明しますね。あのね、今この価格でも安いんですよ。ほら、プラチナ安いでしょ。ね。で、
この価格から 20% オフになるんですよ、7月11日は、うんうんうん、でこれから本当に景気が良くなった時に見ると、あれ、あの買った時より倍ぐらいになってるっていう、こう楽しい、だからこれは楽しみながら安く買って高く売るっていう、そう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 、だから財産みたいな、そうそうそう、プチ財産になりますよっていう、したい、本当に気に入ったものしか大体買わないかな、だけど冷静に考えて、普通プラチナ枠にいいダイヤが入ってると思いません？冷静に考えてくださいよ、昔、いやもうそういうのいっぱいある、ね、うん、せんけど、うんうん、でももう今売ったところでも全然あるやけ、うん、なので今若い人が何とも知れんもん買い直したやけ、シルバーとかね、10金とかでもからんもんまた買い直したやけ、それやったらこんな中からね、あの、うん、いいものよかったら買っとってくださいっていう、ちょっと一応そうですね、うん、ということで、ね、石で言ったら何が高いんですか今、ダイヤ、うん、ダイヤですね、今は高くないんです、下がってるんです、うん、だけどダイヤが価値がありますよ、やっぱりなんだかんだ、やっぱり、うん、もちろんもちろん、うん、パールがかわいそうなこと、妹にダイヤやった、そういうね、やらしいこと言おったら下切りすずめのおばあさんみたいな幸せになれませんからね、服をあげたと思っとってくださいよね、これはね、それこそね、ほらちょっとこういう、ほら指が太い人向きとか、花田さん、花田さんっていうか、私が選んだらこんな大きな貝を集めてくるわけ、そうそうね、だけに感じだね、デザインは変わってるけど私の指に合うわ、いや全然ちょっと面白くない、いや好き、あ、よかった、よかった、よかった、ちかさんか、好きって言われたら嬉しい、好きだけど私の華奢な指に合わない、いやだけどね、私が重たい、これすごく、うん、ホワイトゴールドならいいよね、いや、もうそして、で、まあ、ほらグラムまでこれ分かるけどさ、そう、ね、グラムまで買えたの14ドルだって、ここは物とお金の交差点だから、一番安い買い方です、世の中で、うん、ただ金が高いけんね、1万円も安くない、そうそうそう、1万8000円、これに消費税かかるけど、いや変わってるんだけど、すごい重みがある、好きやけど、なのでね、あのブローチって、なので田中貴金属はですね、本当にそのほら今こんなに安い、あの今からインフレにしていかないと国は借金を縮められないじゃないですか、うんうん、お金の価値を下げろうとするわけですよ、うんうんうん、ハイパーインフレでほら全部こうねチャラにしてきた、うんうん、だって戦後もそうですもんね、うん、あのオイルショックの時もそうですよ、インフレにして、うんうん、なのでインフレにしていくはずなんですよ、うん、ってことはお金の価値は下がりますから、うん、そういう意味では余裕があるのだったら普通預金にじーっと入れとうとか定期